ポリポジウムパリポディアムは、寄生性の動物の一つ。幼生が、チョウザメ類の卵細胞に寄生し、生態は自由生活を行い、その姿はヒドラに似る。世界で一種、P ハイドリフォームのみが知られている。この動物は、ユーラシア大陸性北部と、北アメリカのチョウザメ類に寄生する。卵細胞が未熟な段階で侵入し、そこで発達して、やがて出芽によって増殖し、 時に百個体もが連なった姿となる。産卵時に外に出ると、それらは卵から脱出して、やがて分裂して、ここには2.5ミ、mm、リメートルほどのヒドランに似た姿となって、自由生活する。ただしこの姿から感染に至る経路は、確認されていない。生態の形は、触手があって、四方を持つことから分類上は、死法動物に含まれるともされるが、 諸説あって議論が多い。なお、ウザメの卵は、いわゆる世界三大珍味の一つ、キャビアの原材料であり、それを餌とする本動物は、グルメな寄生虫とも言われる。本属の動物はただ一種しか知られていないため、以降の記事は、そのュピーハイドリフォームに関するものである。蒸気のように、本動物は、ウザメ類の卵細胞の内部に寄生するものである。その様子は、 例えば北、アメリカにおける初記録では、以下のように報告されている。蝶ザメの子宮内にある、通常の成熟した卵細胞は黒くて休憩である。だが、それに混じって存在する寄生された卵細胞は、より大きくて、灰色を帯びる。そのような寄生卵細胞は、吸盤のような構造で、子宮膜に付着している。このような卵細胞内には、 本動物のストロン段階のものが入っており、それは長さ1ト、mm、ル、太さ0 1ト、mm、ル程度の大きさをしている。この種による規制はごく普通に見られ、やはり北アメリカの調査であるが、ウザメ類の寄生虫の感染率を調べたところ、本種の感染率は100%であったよし。ヘラウザメの調査でも感染率100%を示した調査が多く、 そうでなくても過半数が感染しているとの報告が多い。ただし、ボルガのチョウザメにおいては、感染率が8%という数字も示されている。また、感染しても、一服の卵がすべて感染するというものではなく、ヘラチョウザメでは、卵の総数のうちでの感染した卵の率は1%以下で、ボルガのチョウザメでも1頭あたりの感染乱数は200から300であった。 自由生活の生態が分かれる前のストロン本動物の生活感については完全に明らかにされてはいない。分かっている範囲でこれを示す。最もよく研究されているコチョウザメを宿主とした場合では、宿主の卵巣の発達段階と寄生者の発生段階とが密接につながっている。最初に発見されるのは産卵直後の6月、卵巣の中でである。 まず二角を有する K100 の卵細胞として発見されると7月までには外側を膜に包まれた細胞界が形成されこれは双日肺に当たると考えられるこれはほぼ一年かけて発達し外側の膜は内側の肺と融合する卵黄形成が始まる頃には妖精はプラヌラのような姿になりその大きさは1ミリメートルほどになるこの妖精は 卵黄形成とともに細長く伸びて、ストロン型の妖精になる。この妖精は出荷して伸び、9月にはその内側に、触手が形成される。9月から冬を通して妖精は卵黄を吸収し、春の産卵の前にストロンでは、内外の層が裏返るようにして触手が外側に出る。産卵によって寄生された卵は健全な卵とともに、体外に出る。ここから、 本種の自由生活が始まる。春の産卵前に魚卵の内部でストロンは裏返り、触手や外廃葉が外側に出て正常な位置関係を作り上げることになる。これは人為的に採卵が行われた場合にも起こる。産卵によって寄生者のストロンは健康な卵と共に水中に放出され、ここからこの種の自由生活の生活感が始まる。水中に入ると、 ストロンは分断し、個々に単独のポリプに分かれる。これは、ストロンの延長方向に対する分裂によって行われ、触種の数は分裂までに倍増している。口が形成されると、ポリプは活発に接触活動を行い、渦虫類や貧茂類などを飲み込むように食べる。6月に入ると、ポリプには2種の生殖層が形成される。最初は、メスのそれ。 ついでオスのそれ。個々の個体はその片方だけを持つ場合と、両方を持つ、死有動体の個体がある。自由生活の本種は、淡水性の低性動物として振る舞う。餌を捕らえるには8本ある、長く細い寒色種を使い、これはまた防衛にも使われる。気質に付着するには4本ある太い保持触手を用い、この触手はまた、この動物が、 気質上を移動する際にも用いられる。大きさはヒドラ並だが、ヒドラのような放射総章ではなく、二軸総章の形をしている。その体勢は、クラゲとポリプの両方の体勢の特徴を合わせ持つ。傘や感覚器がないことではポリップに似るが、触手で移動し、水中に流されて触手に到達することができる。これは自由生活をしながら横分裂によって、 無性増殖を繰り返す。成熟後は、ポリップは死亡する。総括すると、ポリポジウムの生活間には二つの世代の入れ替わり、世代交代がある。つまり、寄生の世代と自由生活の世代である。そのどちらでも、無性生殖が行われ、またまた自由生活の世代では、有性生殖も可能である。これは、四方動物に見られるクラゲの世代とポリップの世代の、 世代交代によく似ている。若い卵細胞は、計100マイクロメートルで卵黄形成が始まる前の段階で、この寄生虫は最初に発見される。この時点で寄生者は、計20から30マイクロメートルの単細胞で、この細胞には大きさの異なる二角が含まれる。高度測定の判断では、小さい方の角は単層で、大きい方は、 倍数体で 400N にも達する。卵細胞が成長するにつれ、大きい方の核は内部に大きな空洞を形成し、小さい方の核は分化した、若干の細胞質と共にその中に入る。外側の覆いの部分は、トロハミューニエンと呼ばれる。この膜は厚みが6から10で、卵黄を含んだ卵細胞の細胞質に密着している。 この膜の表面は一層の細胞膜からなるが、この膜は多数の突出部を持ち、それらは時に著しく長くなって、宿主細胞の細胞質に入り込んでいる。トロファミュニエンの細胞質には多数の微小管が含まれ、特に核の周囲と外側の表面近くに集中する。またミトコンドリアも多く存在し、それらは感情のクリスタと濃密なマトリックスを含む。 クリスタは往々に縦方向に配置し、その形は宿主細胞のものともこの肺の他の部分とも異なっている。またその細胞質には宿主細胞から取り込まれた卵黄の小球が多数含まれる。寄生中のストロン状態では内外二層の細胞からなり、内側が外肺葉、外側が内肺葉である。本種は19世紀末にロシアから発見され、 主要な河川で報告され、また、ルーマニアからも知られている。北、アメリカではホフマンがミシガン州で最初に報告し、また、イランからの報告もあり、これらの宿主は、ウザメ属のものである。また北、アメリカでは、ヘラチョウザメにも感染することが知られており、この両者に寄生して発見される北、アメリカにおける本種の分布域は、カナダと、 アメリカ合衆国にまたがり、太平洋岸からハドソン湾、それに太平洋岸へと流れる河川までに渡る。この動物の分類帳の位置については、現在も議論が多い。その一つはこの動物が、司法動物に所属するとの判断である。文献でも表題に、ナイデリアンパラサイトを取ったものが数多くある。これはその形態からの判断であり、特に司法を持つことが重視され、 古くから定説とされた。例えばリッピンは1925年に、蜂無質なスカファソアに含まれるとの判断を出し、あるいはベレルは1950年に、カタクラゲメナアカマデューシーの一つとの判断を示していた。他方で、司法動物ではあるが独立の群、パリパデューソアとする判断もあった。ただし自由生活の生態の形態を見ると、それは確かに、司法動物らしく、 思われるものの、それが、クラゲとポリップのどちらに当たるものかは、はっきりしない。この仮説は20世紀末になされた形態と、リボソーム RNA の延期配列に基づく、分岐分類的解析でも指示され、この動物は、司法動物のクレードに収まった。ただしこの時の結果では明らかに、司法動物ではない専門ヒラムシもここに、収まってしまい、問題があることも、明らかだった。 もう一つの仮説はこの動物が粘液放脂虫の姉妹群ではないかというものである。粘液放脂虫とは魚介類に被害を与える病原微生物として発見され、古くは原生動物の放脂虫類とされた。特徴はその放脂に四方に似た長い糸の入った袋である極能を持つことであり、また単細胞の状態が生活の中心でありながら生殖細胞には 複数細胞からなる構造を作る例がある。近年の分子系統から単細胞生物ではあるが、構成動物が起源と考えられるようになったもので、ある。このタグイットポリポジウムが、姉妹群をなす。との判断は 18S ナを用いた、分子系統の研究から出された。ただし、ポリポジウムも、粘液放射虫も、いずれもが 18S ナの塩基配列が通常より高い。 延基地管率を持つことから、ロングブランチアトラクションによって正しい結果が得られない、恐れが高いと複数者からの指摘がある。現時点では、司法動物に含まれるとする判断が指示されている。この動物が、司法動物であるとすれば、唯一の細胞内規制性の司法動物ということになる。引用含め規制中間監修、P80、ホフマン、ちなみにこの時点では、 署名は確定されておらず、後に、北、アメリカ産も、同志とされた。チャウドリーディック、ハット・ハロウェイ、ジュニア、エトール、ハロウェイ、ジュニア、エトール、以降、主として、ペイヤッコバ・ハット、ライコバ・エトール、以下、主として、リアッコバ・以下、ラコバ・ハット・リアッコバ、P165、ハット・ホフマン、P550、ハロウェイ、ジュニア、エトール、 ハット・ハロウェイ・ジュニア・エトール・ハット・チャウドリー・アンド・ディック以下、主として、エバンズ・エトール・ P2 から3ちゃん、P4。ありがとうございます。